こんにちは、玉木です。今日はね、完全なる酒道具がいきます。今日はピーマンの肉詰めと、なんだっけ、忘れたな、キノコの名前なんだっけな、しめじじゃない、えのきでもない、ヌルヌルしたやつ、また後で思い出してあげます。とりあえず乾杯しようっと。乾杯。じゃあここでねえの、ゴーホーブラック。皆さん元気ですか？元気があれば何でもできる。3、2、1、ダーッ！つまじいね、その運動なもんで。はい、今は流すことにしておきましょう。もうポンコツなんで。まず肉詰めを食べます。こんなにたくさんはね、食べれないんですけど、まあおつまみとして、うん、うんうんうんうめえよこれ。今日は不思議指導しておきます。な、場所をお前時が間違えるんだよ。今本番だぞ、お前。あ、思い出した、なめこだ。なめこの味噌、これ大好きなんだよな。今日ね、朝からスーパーに買い物行ったんですよ。そしたらレジの前に並んでたお兄さんが、
大きな顔を2つ持ってるんですね。全部ね、マーガリン系の細長いパン、あ、なんていうのかな、まあ、いいとして最近物の場合が悪くなってきた。とにかくマーガリンのパンを蓋をパンパンに詰めてね買ってたんですよ。ほんで買い物済まして帰ってきたんですけどもね、いや、マーガリンはダメでしょみたいなことを思ったんですけど、まあ、その人が好きならしょうがないやね、あんたダメだよなんて言えないもんね。でね、最近そのスーパーではもう買い物袋は出しませんよ、欲しかったら1枚5円で買ってくださいっていう方針に変わって、だから生産しましてもビニール袋はもらえないわけなんですよね。いつもは生産してくれるから持ってくれてるんですけど、今日俺一人で行ったもんで、あ、しまった。袋を生産終わってるし、もう無理やと思って、山積みしてある段ボールに詰めて持ち帰ったんですけども、段ボールもね、増えすぎても困りますからね。なめこいい味です。じゃあ今日は酒どころだし、俺の恋バナでもしようかな。てか、前も言ってたと思うんだけど、高校生の時同級生に好きな子いたんだけど、俺がもうイジしてたから、もうその子ももう耐えきれなくなって、他の高校のやつと付き合いだしたんですよ。あ、もうダメだと思っていたんですけどもね、高校3年生になったら、まあ別の高校の方なんですけども、知り合いになってみんなで遊ぶようになって、いや、まあその子のことを気に入っちゃって好きだなと思って、でもまたここで俺の悪い癖が出てね、なかなか言い出せないんですよね。付き合ってくださいっていうのは言えないのよ。そんで、そうこうするうちに俺の同級生の悪友がその子に付き合ってくれっつって、なんかカップル成立しちゃったんだよね。いや、あれはびっくりしたな。なんでこいつとみたいな感じだったんだけど、ほんでね、しばらくしたら俺やったぞって言うんですよ。やった、何をやったんじゃ、あれだよ、あれ。どこで、どういう部屋、汚ねえ部屋でさ、毛布一枚敷いただけでお互い初めてだったみたいだけど、なんか俺もね、女の子かわいそうになっちゃってね、こんなバカなんで付き合うんかなと思って。
もうその時の気分はね、ちょっと待ってね。あっちがするか。もうドリンクそのままですよね、僕の心臓さが。大学2年生の時に、俺、ガードマンのバイトしたんですよ。交通誘導のね。で、ある日、ラブホテルの建設現場で、ガードマンやってたんですけども、そしたらね、そいつの乗った車と、彼女乗せて、ブワーって来て、まず開けて、アミーゴーとか言うんですよ。何がアミーゴだ、この野郎、タコゴだ、この野郎。と思ったんですけどね。アミーゴ。こっち赤と白の旗持って立ってるのにさ、なんか、飛行機で旅行行くとは言ってんだよ。なんか自分がさ、なんだ俺って。日当5000円のバイトしてさ、そいつらは飛行機乗って遊びに行くわけでしょ。なんだかなと思って、その日は学費落ち込みましたけどね。まあ結局あの二人ももう間もなく別れました。だから俺は言えばいいとかそんな問題じゃなくて、もうタッチはできないなっていう感じで。あの時ね、ウィンクみたいなこと知ったってさ、俺の人生も全然変わってたよね。ダメなんですよ。今の心境も、今おっさんになって思うことは、もうこんなもんですよ。怪我で切ってますから、もう本当。もう思春期の頃から、思春期はボロボロでしたけど、大人になってもボロボロで。壊れかけのレジオなんですよね。今になってはね、そんな順調なことはないとは思うんですけどもね。この前はもうね、まあ、お酒飲めればいいです。やめこもあるし、僕の趣味はね、趣味って大変かな、興味のあることはワカメ食いなんですよね。
お墓、そこで戦争の時の戦死者のお墓を見て回って、何年何月にどこどこで戦死とか書いてあるのを見てメモして、この辺はここで多いんだなと、やっぱ舞台が同じだからね、そういうのもあって、してたら近所で看護師さんのお墓があったんですよ。それも亡くなった年齢は18歳、それをね、考えればこんなおっさんになるまで生かしてもらっただけありがたいなと思うんですよね。その人だってやりたいこととかいっぱいあると思うんですけどね、やっぱり国に奉仕するという気持ちがあったんでしょうね。だからね、ろくでもない思春期だったんですけども、まあ大人になってもろくでもないんですけども、まあこんなもんかな、別に悔やむこともないし、なるようになったっていう感じで、本当の幸せって何だろうかな。それは今になっても分かりません。本当の幸せは一旦どんなものなのかな。さあ結婚して子供を育てて、子供を社会に出して、孫を抱いて、それは一般的な幸せなんだろうと思うけど、僕はもう全然根本からダメでしたから、そんなの夢見ることもできないんですよね。まあなんとかなりますよ、人生はね。今日こんなに作ってもらったのに、まだいっぱいだ、ビールの飲み過ぎかな。だよね、彼女横に乗せて、俺がガードマンの制服着てヘルメットかぶって赤と白の旗持って立ってるところで、アミーゴーとかね、窓が手を出してくるんですよ。アミーゴってお前兄弟、お前とまだ兄弟じゃないよみたいな感じだったんですけどもね。春の木漏れ日の中で、君の優さに埋もれていた僕は弱虫だったんだよね。その辺が一番やっぱり今心に残してるから、まあ失恋というか自分の問題でもあるんですけどもね。これ正直ね、バレンタインデーのチョコレートはもらったことないですよ、いっぺんも。まあチョコレートビールをもらったことはありますけどもね、これはまあチョコビーということで以前にお話ししましたけども、これでいきましょう。元気があれば何でもできる。3、2、1、ダーというふうな気持ちを持って、いいわけじゃないですけども頑張りたいと思いますね。さあおしゃべりもしづきました。今日はもうこれで作業動画終わりたいと思います。またね、なんかコメントとかあれば送ってください。全部見てますんで、お返事もさせてもらいます。それではまた、バイバーイ。